そんなに合ってる。はい、皆さんこんにちは、 NGT48 の本間ひなたです。さあ、イベントなんですけども始まりました。この枠も一緒に一生懸命頑張っていきましょう。というわけで本日、今回のテロップ書きたいと思います。37分、ねえ、そういうさつまんないこと言うの本当にやめてほしいんだけど。テロテロテロップって、え、もうこの声はもしかして流れてるんですか？はい、流れてますよ。あ、はい、皆さんこんにちは。ねえ、やめてそういう風に言うの。はい、というわけでこの枠はですね、はい、私の母が出てくれてます。今日は母の日ということで、はい。そっか、今日母の日か、ありがとうございます。はい、今日は母の日ということで、ありがとうございます。いつも、はい。なんかね、うん、今さ、うん、みんなあれでしょ、おうち握手会の動画が流れてて、そうで、夕方に日向のバージョンもアップされるんだよね。はい、そうです、そうです。じゃあそれの一足前に母バージョンもやってみようかな。やめないよ本当に。ねえ、向こうでさ、父聞いてるからね、絶対。ああ、そっか、ちょっとやってみるね。はい、どうぞ。はい、あ、じゃあ私がファンの人やる。はい、じゃあ聞いててね。うん。何の音、何の音、始まり。うん。あ、こんにちは。あ、こんにちは、来てくれてありがとう。はい、いつも応援してます。可愛いですね。あ、違うよ、これさ、動画だから喋っちゃダメなんだよ。ねえ、なんやねん。はい、テイク2。ダメなんだよ、動画だから聞いててね。はい。でさ、この音はさ、なんか初めにさ、なんか名前打つ音が入るんだよ。ああ。タイピングが。そこまで再現してくれてるの。はい、はい、はい。分かった、はい。テイク2、用意スタート。こんにちは。今日は来てくれてありがとう。ひなたのレーンの次に母のレーンも来てくれたんだね。いつもひなたのこと応援してくれてありがとう。ハート。うん、うん、うん。え？最終の部にまたひなたのアクセ撮ってるの？間に合うかな？ここ新潟、村上だよ。うん、じゃあ気をつけて行ってきてね。またね。はい、NGT48、日向こと、本間ひなたの母、母たんです。ねえ、こんな状況でなかなか皆さんにお会いすることができませんが、お互いに体調に気をつけて乗り切りましょうね。ハート、母たんでした。またね。どう？どう？言葉にならん。ちょっと映像が見えた？え、最悪。え、なんか映像見えたでしょ？あの動画の映像が。見えましたかね？父上の表情が見たい。コメント来てる。ひなたんつらたんだよ、こんな母で。いや、なんつらつらつらたんだよ。いや、わかります、その辛さ、わかります、わかります、はい、はい、確かに。もうやだよ、こんなの。いや、なんかさ、ツイッターを見てたらね、うん、あの、かえりちゃんのお母さんの、あ、かえりちゃんのショールームで、かえりちゃんのお母さんの、うんうん、なんかその感動する動画を見てしまったんですよ、うん、はい、私も見ました。めちゃめちゃいいお母さんだよね。ねー、すっごい感動したもん。そう、で、あれを見てもう反省の塊。そうだよ、こんなふざけて本当に何。もうちょっとさ、娘のいいエピソードとかさ、泣きながら話すとかさ、ないの？何、なんでなんで、なんでなの？なんでだろう。なんでさ、そう、あれを見てやっぱファンの方はこういう親子を見たいんだよなって思って。そうだよ、反省の塊でした。そう、きっとそうなんだよ、あれがあるべき姿なんだよ。マジか。やっちまったな。すいません。いつもいつもねえ。
かりちゃん頑張ってたからね。ねえ、本当にね、うん、でもね、なんかいろいろありますけど、ね、頑張りましょう。はい、はい。かりちゃんコメントしてるよ、だって。嬉しいね。え、どこに、どこに、ショールーム、ショールームね、見つけられなかったけど、いるかな、どうだろうね。ね、かりちゃん見てる。え、見てくれてるの。そう、かりちゃんのさ、はい、コメント、うん、見つけられない。おう、どこだ、どこだ。嬉しい、ありがとう、かりちゃん。かりちゃん、あー、んー、お、あ、いい、わかんない、わかんない。ごめんごめん。そう、はい、で、なんか朝さ、なんだっけ、うん、踊って、あ、歌ってた、歌ってたよね、朝。踊ってた、希望的リフレイン。あ、はい、そうそう、それ、たまたまそれ見てるときに、うん、ななみちゃんのところ見たら、ななみちゃんかけてて、そう、ななみも同じ時に同じ曲をやってたっぽくて、うん、そうそう、ね、で、すごい ね、ひなたさん好きだから嬉しいとか言ってくれてて、えー、嬉しい、うん、いい子って思っちゃった。いい子なのよ。ね、なんか思って正解なのよ、ね、そう、そうそう、うんうん、ね、みんな頑張ってる、ね、みんな頑張ってるからね、私も負けない、うん、後半戦頑張ってください。ありがとうございます。ね、いや、でもドキドキだね。ねえ、ドキドキだね。わあ、母たんマネージャーになってって言われたよ。マネージャーになろうかな。やめてほしいかも。やめてほしいかもしれん、かもしれない。ああ、ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございますって、何なんだ、ありがとうございます、なんかわかんない。はい、でもまあね、母の日ということで、これからもよろしくお願いします。うん、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。え、あと何分、あと1分半。ああ、短い、すごいね、このサイクルでやってたんだね。そう、で、ずっと父と一緒に過ごしてる。父がマネージャーやん。間違いない。あと10分で始まるよとか言ってくれて、あ、優しい、頼りになりますね。ね、優しい、ね。9分マジで早いね、本当にね、早いよね。うん、じゃあなんかチーム3人の皆さん、本当に本当にありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。ね、また後半戦一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあね、ありがとう、バイバイ。でした、そこがいらないんで。ありがとう、バイバイ。はい、というわけで母が出てくれました。優しいですね、ちょっと意味わかんなかったですけど、はい、というわけでいかがだったでしょうか。母とショールームやってません、何もやってないです。はい、というわけでこの枠もたくさんの応援ありがとうございます。次はまたお電話をある人につなぎたいなと思います。というわけで次の枠もぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。次の枠もよろしくね。ありがとうございました。たくさんたくさんありがとう。というわけでじゃあねー、バイバーイ。